皆さん、こんにちは。ブレインワークスの近藤昇でございます。では今日はブレワ対談ということでですね、カナリアコミュニケーションというのを、書籍出版でのご縁もいただいて、それからいい関係を持たせていただいてますけど、株式会社リアルコーディネートの林直樹社長でございます。林さん、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。本日はよろしくお願いします。まず林さんがされていることをお話しいただければと思います。はい、私自身はですね、鳥取県でですね、会社をいくつか、経営をしております。で、本業はですね、もともと生命保険と損害保険の代理店から始めまして、2010年から、はい、保険代理店として活動をさせていただきまして、でその後ですね、保険以外の事業として今だとですね、映像の制作をしたりだとか、SNS の事業ですね、Facebook ですとか Instagram ですとか、そういったものの CM の作成をさせていただいたりですとか、あとはもともと講演を仕事にしてましたので、講演の、会社を作って、それこそ以前古巣の私、もともと JA 出身なので、J での講演の活動をしたり、あと保険会社向けの研修とか講演などを、やっております。他にはですね、飲食業も、今だと鳥取の地元でですね、去年カフェをオープンしました。これが大体60席ぐらいあるカフェなんですけど、自分の会社の隣にカフェを作って、はい、しております。あとは、4年前から和食の店を、高速の店をやっております、飲食店に関しては。あとはですね、美容と健康の、仕事もやっておりますので、健康関係だったのは水素マシンなんですけど、水素マシンの販売などを、やっております。はい、いや、もうお聞きするとあれですね、ワクワクしますね。まあ、いろいろと手掛けております。林さんが創業されたのが、リアルコーディネートさんを作ったのが2012年。はい、2012年です。これもしかして31歳の時じゃないですか？違います ?31 歳の時ですね。でしょ、私もね、実は創業者の31歳なんですよ。ああ、そうなんですか。それさっきちょっと見てて、あ、一緒だと思って、だからこう、林さんがされてる感覚すごくわかるんですよ。私も31歳でたまたま IT で起業してね。はい。なんかもうやりたいこといっぱいあって。はい、ね、で私の場合は海外出て行っちゃいましたけど、林さんの事業ってこうお聞きしてると、なんか生活密着というか、まあ、保険からの話から、やっぱりそういうことで向き合ってるんですか？いろいろ生活を豊かにするとか。もともとがですね、まあ、保険代理店を、まあ、今でももちろんしてるんですけど、そこでお客様のいわゆるその困りごととか、はい、そんなに、まあ、ずっと乗っていくわけなんですけど、うん、そこで、まあ、こういったビジネスがいいんじゃないかとか、お客様 の、 その困りごとを解決するためにこういった仕事ってありなのかなと思いながら、はい、やってきております。もともと JA さんにいてはったということは、その専門っていうのはなんかそういう金融系ということですか？そういうことでもないんですか？ JA にいた頃はですね、もともとがそのお米の仕事もやっておりましたし、はい、あと金融関係なんで住宅ローンですとか貯金とか、あとは、まあ、メインは共済だったので、はい、うん、仕事自衛でやっておりました。今はその先ほど SNS とか の、まあ、その活用のサポートをされるっていうのことも含めて、はい、やっぱり林さんもこうあれですよね、すごい表現をご自身で表現者としてね、まあ、ノウハウもそうだし、いろいろ多彩なものを持ってはると思うんですけど、はい、まあ、その中で、まあ、林さんとのご縁というと、この、ね、うん、この本ですよね。はいはい、私、これね、そうですね、出していただいたときに、すごい驚いたというか、びっくりしたのは、私も会社の経営者なんで、この鳥取のね、はい、田舎のっていう、まあ、私も徳島の農業出身だから、はい、田舎でそんな保険を売るとは何もんだと思ったんですけどね。はい、それはまあこの本読めようということで私は読みましたけど、はい、
やっぱ林さんはそういうところが一番得意なんですか？いや、もともと、僕、岡山県で一番人口の少ない農村で、エリアを担当してたんですよ。で、そこは、私が生活してた地域でもありましたので、そこで、やっぱ人間関係が一番大切なんだなっていうことに、農協なので総合事業でいろいろやってはいるんですけど、そこで人間関係を築いていくっていうことが、すごい大事なんだなと思いまして、で、保険とか共済をここでたくさん販売してきたっていうのも、競合がいなかったっていうのもあります、実際は。もちろん競合がいなかったっていうのはありますね。あとは、皆さんどこかしらでそのお付き合いとかで保険などには入られておりますから、それに対して誠意を持っていろんな情報をお伝えをしていく、どちらかというと売るよりは情報提供に力を入れたということかなと思います。販売に行くんではなくて教えに行くという形を。いや、もう林さんの神髄がね、そこにありますよね。はい、まあ、私も農家で田舎だからなんとなくわかるんですけどね、誰でも彼でも信用を得れるわけじゃないですもんね。田舎の方がどちらかというと人に対してシビアじゃないですか。そうですね、はい。ね、噂もすごいし、噂がすごいですね。よくそんな世界でね、頑張りましたよね。ですから、人が喜ぶことをするというのが、一番かなとは。通常の例えば販売に関しても、ただ商品を買ってもらうだけでなく、気をつけたことはスピードだと思ったので、1人早く物を届けるだとか、1人早くそのレスポンスを、するだとか、そういったことに力を入れました。いや、もう本を私もちゃんとね、出版元の、責任者の一人として読ませていただきましたし、林哲学というか、それはいつ頃からね、もう言うのは簡単だけど、実践って難しいじゃないですか、こう。いつ頃から積み上げてきはったんですか？僕、高校卒業してすぐに地元の JA に就職してますから、最初は本当に、1、2年はどっちかというとチャランポなんで、おお、そうですか。制服着て仕事に行かないですし、金髪でパーレの後出勤したりとか、そういったような形ではあったんですけど、途中からお客様から結構指示をされるようになって、多分18、19の子が田舎の、JA に入って、可愛く見えたんだと思うんですけど、お年寄りからしたら。そこで結構、まあ、そうですよね、若い少年みたいなね。自分の孫ぐらいの話なので、で、いろいろものを頼まれるようになって、それに対して、一個一個こなしていっただけなんですけど、それに多分スピードが他のスタッフとか社員の方よりも早かったっていうのが、ああ、まあ、先んじるって言って、まあ、別にね、競争じゃなくても相手の期待に応えるっていう意味で、レスポンスが早いってことですよね。ねえ、いや、もうそれ、ものすごい重要なことですよね。私からよろしいですか？私は林さんと一緒に本を作らせていただいて、一番、そういう、田舎でというタイトルも、最初確か林さんもあんまり 好んでつけたくなかったかなとは思うんですけど、そうで実す際、ね。本をこう出して、発刊して、一番、その当時の林さんの事業活動で、一番、どんな影響が、現れました？本を出したことによって、もともと私自身が講演はしてたんですけど、講演するにあたって、講演の依頼は一気に増えたっていうことが、それが自分としてのブランディングにはつながったのかなと思います。あとはですね、すごく良かったのが、自己紹介しなくても知ってもらってるっていう一般のお客さんなの。で、私たちこの地元の書店さん、岡山と鳥取の書店さんがあるんですけど、宮脇書店さんってとこと、今井書店さんってとこが、私のコーナーをたくさん作ってくださってたので、おお、そうです。ここでもランキングでも本当、常にベスト3とかに入っていたので、非常に大きかったのかなと思います。
確かによく連絡かかってきましたね。岡山だとか鳥取だと、いわゆるその、まあ、著者の方ってそんなにたくさんいるわけではないので、はいはいはい、それもあって、結構ブランディングとしてはすごく良かったのかなと感じております。いや、これ身内ながら、このタイトルすごいと思いますよ。この、うん、ね。はい。なんか田舎舐めてんのかみたいな思うとこあるけど、私も田舎もんだから、田舎の人が日本一になったってインパクトってすごいですもんね。うん、ですね。僕としてはまあその悩んだんですけど、まあ、とりあえずこの田舎っていうの、地元の、まあ私、農村のね、担当してたので、うん、この、なんですかね、そこまで行ってこの写真も撮りましたし、うん、ああ、そうか、だからここにこれがね。はい。これまたこの、うん、なんかすごい映画に出てきそうな男前のかっこいいこうビジネスパーソン。そんなことないですけど、たまたま雪が降ってるので、ね、ここの、うん、そこしか雪が少なくなかったんですよ。あとは雪が1メーターぐらい積もってて、道にもまだ。あ、じゃあイメージ全然変わるんですね。で、この場所がちょうど良かった。今言われたら、今言われたらこの1枚が相当苦労されてるってことですよね。かなりの枚数取ってあるんで。いや、それですよ。やっぱりそこにまたこだわりが出てるんですよね、きっとね。うんうん、こう話ついでに今お聞きしてて、田舎の良さって何ですか？田舎の良さ、そうですね。うん、まあ、都会と田舎って比べ方もあるでしょうしね。田舎の良さは、まあ、いわゆる近所の方とのお付き合いがあります。うん、何かあった時に、うん、まあ、協力体制ができてるというか、うん、はい、そこはありますかね。その都会に住み慣れるというか、都会でしか住んだことがない人が田舎行くと、煩わしさってなるじゃないですか、こう、うん、なんかいちいち構われてね、はいはい、噂になってね、はい、もうそれは慣れてしまうと、こんな天国はないみたいな感じですか？いや、まあ、でも今の地元のその若い方とかは、多分田舎に対しては多少は抵抗あると思いますね。うん、まあ、その付き合いをしないといけないっていうのが一番の。ですよね。まあ、例えば地域のね、コミュニティ、まあ、公民館などでの、うん、消防団があったりだとか、多分すると思いますから、そういったことは、まあ、大変なのかなと思いますね。いや、私もね、その田舎で育って、親父とかそういうコミュニティをおっしゃるような参加してるの見て、うん、こう、都会出てきて、今更できるかっていうと、なんか怖いですよね。はい、嫌われたらどうしようとかね。うん、はいはい。いや、すごいさ。まあ、そういう中で、その、地元で、先ほどおっしゃったように、飲食とかね、美容とか、こう、されてるっていうことは、もう、田舎っていうにこだわって失礼ですけど、やっぱり地方のビジネスには地方のやり方がありますよね、きっとね。もちろんあると思います、そこは。ね、うん、東京で流行ってるからといって、地方で流行るっていうわけではないと思いますから。うん、そうですよね。はい、このあたりは、やっぱりその、JA で近い保険営業で、またこう、さらに進化して、はい、企業というかいろんな事業をされるときに全部ベースは貢献してるんでしょ、そういうことは。ですね、まあ、顧客開拓というか、なんていうんでしょうかね、ファン作りというか。その私自身、その保険の仕事に関して、法人さんと、まあ、個人のお客さんと結構たくさんいるので、うん、1200ぐらいは多分私個人にいるので。いや、顧客基盤すごいですね。うん、そのくらいはいるので、そこに対して、まあ、問題解決として、例えばいろんなことを、まあ、ビジネスにしてきたっていうのがありますし、うん、特に飲食店に関しては、うん、地方に住んでるから、うん、結局おしゃれで、はい、なんか美味しいお店があって、うん、若い人たちに受けがいいとか、経営者の方に受けがいい店をどうしても作りたかったんですよ。うんうん、でそれでやっぱり食っていうのは絶対なくなるものではないと思ってますから、うん、そんなにね、AI が発達しても、食に関しては、やはりね、うん、これからもずっとみんながこう楽しめる場所というか、うん、今、コロナなんでね、特にそのストレスあって、皆さんね、外食控えてる人は、うん、あると思うんですけど、やはりそこは一つのコミュニティでもありますし、うん、人とご飯食べるっていうことは、すごく重要なことだと思うので、うん、それをおしゃれな形で作りたかったっていうのが。うん、田舎にやっぱおしゃれを求めてるわけですね。それは当たり前ですよね。なんかおしゃれって言ったら都会みたいな勝手に思い込んでるんですけど、そんなわけないんですよね、うん、きっとね。うん、まあ、おしゃれがあれば
地方にも人は住むんじゃないかっていうのが、おお、いや、それ本のタイトルにいいですね、またすごいですね。いや、今のね、今先ほど配送おっしゃったように、コロナ禍でやっぱり自然回帰というか地方回帰って、はい、まあ、実態よりも気持ちの面ではもう相当いってるじゃないですか、はい、だけど本当に生活できるのかなと、仕事どうするんかなみたいな部分で、ね、このコロナの状況で変わってくると思うんですけど、もう林さんから見たらなんか どんな感じか、もう田舎の良さっていう、こういうコロナに関してもね、はい、なんかいろいろ提言というかアドバイスがありそうですけど。で、私自身女性向けの企業塾っていうのをもう何年もやっているんですけど、結局はその田舎でもまあ、お嫁さんに、まあ、来られたりとか、地元同士で結婚したりとかっていう方で、女性の方って優秀な方が非常に多いので、うん、その方たちが起業を学ぶ場ってなかなかないと思うんですよ。男性だとね、そうですね、学生だとか、まあ、いろんな、ね、会があると思うんですけど、女性ってなかなかないと思うんで、その場所を勉強の場を作っているんですけど、うん、それも目的は、うん、地方にまあおしゃれなお店が、例えば美容室でもそうですし、飲食店もそうなんですけど、そういう店がたくさんできることによって、まあ、人の定着もあるんじゃないかと思って、その、いわゆる勉強会をずっとやっております。あ、今お聞きしてると、なんかこうね、軸が生活おしゃれっていうところにこう、ね、持ってはるから、今お聞きすると、地方って高齢者多いじゃないですか。はい、うん、高齢者もなんかおしゃれになんか相当関心持ちそうな気がしますよね。そうですね、結局はうちのカフェでもそうなんですけど、うん、来店客女性が圧倒的に多いんですけど、うん、60代70代の方ものすごく来られますので、うん、あ、やっぱりね、地方ならではだし、はいはい、それこそいい意味ですごい口コミパワーですよね、きっとね。そうですね、本当に。いや、佐々木さん、どうですか、佐々木さんだけで。ちょっと私は本のことを、ね、当時のことを林さんにぜひお伺いしたいなと思うんですけど、初めて本書かれて出版したわけじゃないですか。はい、その時に、やっぱりこう本を作るにあたって、著者として一番気をつけたことってどこなのかなと。気をつけたことは、うん、結局僕本が結構好きで、うん、本をかなり読んでたので当時から、はい、でこの本に限ってはどちらかというと保険営業マン向けと田舎でもまあその商売ってできるんだよというような思いがあってしたものなので、うん、特にその保険営業マンに関しては悩んでる方、うん、田舎でもまあある程度のお客さんを持って成績も出せてっていうことは伝えなかったですし、どうでもそのビジネスするにあたって、まあ、勇気が出ればなっていう思いがあって、まあ、そういう目線で、はい、作りました。いや、今改めて私もお聞きして、あ、なるほどってこう思いっきり腑に落ちますね、というのはやっぱりしつこいですけど、こう田舎のなんかマーケット小さそうなところでもやればいけるよっていうこのメッセージはすごいことですもんね。競合があまりいないっていうのがいいんじゃないですかね。あ、確かにね。はい。そうですね。まあ、それとおっしゃるように、地方のビジネスのヒントにはなりますよね。やり方も含めて。これ多分、今でも人気を博してますが、なんか、このまま、まだまだロングセラーいきそうですね、佐々木さん。いきますよね。伝承的にもね。素晴らしいと思います。一番ありがたいのは、その、今でこそその公演に関しては、そこまではコロナでないんですけど、そうすれば、まあ、ある程度、保険業界では売れるのかなっていうのは。いや、もう、林さんの話は本当に保険業界だけじゃなくて、経営者が聞いても、面白いですね。そうですね。まあ、お話も面白いんだけど、中身がこう、なんか詰まってるじゃないですか。こういうのって何ですか、小さい頃から表現するのは好きやったんですか。いや、かなり消極的だったと思いますけど、特にその僕が僕もともとが30人以上のいわゆる一学年30人以上のクラスで
途中まで育ったんですけど、小学校3年生の時に父親が、急死しまして、それで、それこそ岡山県で一番人口の小さい農村のところの小学校に転校したんですよ。1クラス14人しかいなくて、僕入れて、男7人、女7人の。すごいですね、77。77なんですよ。そういったところで、小中と過ごしたので、どちらかというとコミュニケーション能力がそこまであったわけでもなく、逆に高校に行ったら1クラスが40人ぐらいですか。で、何クラスもあるっていうパターンだったので、どうやったらそこでうまく人と接せれるのかなとか、そういったことは逆に考えましたね。私もなんかもともと部下、ずっと前の部下なんかは生徒会長やってましたとかね、悪口言うわけじゃないけど、一見すごい社交的に見えるじゃないですか。でも逆にそういう子って得てして、こう会社で働きだしたら、なんかこう上手に潤滑油的にこうコミュニケーション図れないケースがあるなと思って。だから逆にね、引っ込み思案だったり、こう子どもの頃なんか苦労しましたっていう人の方が、大人になってからなんかいろんな機微が分かりそうな気がしますけどね。だから子供の頃引っ込み思案だから心配だって親見つけたら、いやいや大丈夫としか言いようがないと思うんですけど。いや、林さん、これからまだまだお若いし、それはずっと鳥取基盤の、岡山あたりのエリア的に動かれるんですか、それとも日本とか、あと海外とか、なんかいずれは視野に入れてるんですか。もともとはでも、このコロナの前だと、東京にいることも多かったので、そうですか。月に何回か東京での仕事もあったりとかしましたし、公演が僕、大体年間60本ぐらいあったので、元が。それで全国、割と回ってたので。じゃあ全国なわけですよね。ですね、どちらかというと、鳥取だけを拠点ではないのはないです。その代わりでも、今は飲食もやってますから。地元でね、こう若者が残ってくれて、やはりその交流の場になってくれてっていうか、あれば楽しいかなと思いまして。まだだって今39歳でしょ？50って言っても人生100年時代、恐ろしく長いじゃないですか。もうなんか何十回でも面白いことできそうですよね。そうですね。本当に商売が好きなので、いろいろとこれからも展開をしていきたいと思っています。商売面白いですか？やっぱり面白いですね。僕らの場合、そのネット販売とかそういったものではないですけど、お客心理というか、どうやったら物が売れるかとか、そういったことは、もう20年ぐらいね、こういう営業の仕事やってますから。やっぱりそこは面白いですね。あと、喜んでもらえると、それに対して帰ってくるってことが非常に面白い。なんかこの人間関係の達人のように思いますね。いや、そんなことはないですよ。ちょっとまた本の話なんですけどね。本好きですね、佐々木さん。そうなんです。一応ね、一緒に手掛けさせてもらったんですけど、今聞いてて、林さん、いろいろ、事業もされてる中で、例えば、また次本を出そうというふうに考えたとしたら、どんなテーマで本を出したいなというふうに考えてそうですね。でも、私の場合だと、営業に関することと地方ビジネスのことかなかった。ます。営業と地方ビジネス。今だったら地方ビジネスってすごいこう関心高いでしょうね、きっとね。行きたいけどわからないっていう感じ。特になんかこのコロナでね、いわゆるオンラインとかリモートになってきて、逆に地方でも仕事ができちゃうっていうそうですね。ふうにもなってきてるんで、そうですね。それも今後はありかなと。オンラインね、IT を使ってオンラインっていうのは、林さんとしてどう捉えてはりますか？もうアナログ的な世界で達人でしょ？そこに IT をこう、さらになんか使い方と何かあります？うちって映像も作ってるので、どちらそうか。か、先ほどね、言ってはりましたね。SNS とか、そっちの方もやってますので、どっちかというと、人間関係っていうのは、
正直以前よりは SNS があることによって、あの、あってはないけど、うん、なんていうか、あった気にはなるじゃないですか。うん、ありますよね。うん、まあそこがあるので、うん、以前よりはその人間関係っていうのはそこを通してでも深くなってるような気がします。ああ、それは思いますわ。まあ、やっぱ関心が深い人、普段だったら情報なんか入ってこないのに、なんか、はい、この人こんなとこでこんな人と会ってご飯食べてるとか、なんかメールを送りたい気持ちとなんか嫉妬につながったりね、なんかこう複雑な人間関係ですよね。そうですよね、実際。うん、まあ、今後はあの必ずインスタグラムだとか、うん、あの Facebook っていうのを使ったビジネス、どのビジネスでもそうですけど、なってくるだろうと思いますし、特にうちなんて飲食店やってるんで、うん、インスタグラムとかを使わないとね、集客の方も。もう今時そうですよね。あ、もちろんそうだと思いますから、うん、そこはまあ、いわゆるその広告の場でもありますし、うん、以前だとまあブログとかね、ブログとかでその人の活動っていうのを把握できてると思う。まあ、日進月歩というかね、変化早いですもんね。はい。まあ、先ほどカフェにまあ60代、70代の人も多いということですけど、シニアの方々に対して何か特別にこれから考えてはることってあります？高齢化社会とか。シニアの方々、まあ実際私のお客さんも保険のお客さんもシニアの方々が多いので。ああ、そうか、でも基盤がそうなんですね。そうですね、圧倒的に多いので、うん、まあ、高齢化社会の方に対してのビジネスというのはちょっと私なかなか思い浮かばないんですけど、うん、はい。その代わり、うちのこれからカフェで今やろうと思っていることが、まあ、今サブスクが流行ってますから、うん、毎月の定額制っていうのが、うん、うちはあの来月ぐらいから一応やろうと思っているのが、月々2000円払っていただいたら、うん、カフェのアルコール以外のドリンク飲み放題みたいなプランをちょっとやろうかなとは思っています。またファンというか固定客増えそうですね、うん、そうですね。それがいわゆるその60代70代の、まあ、ある程度お時間ある方がね、うん、ゆっくり過ごしてもらえる場所になればいいかなと思ってますね、うん、結局楽しみがないとね、生きていても、うん、そうですね、はい。まあ、先ほどその女性起業家のご支援の話をお聞きしましたけど、それは男性起業家に対してもなんか林さんのお話ってね、すっごいこう役に立つし刺激的だと思うんですけど、はい、そういうセグメントは何か考えてはるんですか？そういうことでも、ね、男性経営者みたいな、はい、女性経営者の場合だと、どうしてもその旦那さんの扶養の範囲で、例えば起業したりだとか、でもがっつり社長になってっていう方もまあたくさんいろいろありますけど、男性に関してはそうですよね。男性に関してはまあ、あの根性論のところもあると思いますので、うん、ああ、そのあたりがあれですね、こう多分使い分けじゃなくて、もうハイブリッド型なんですよね、きっとね。そこはそうですね、はい。根性論の話させたらまたピカイチだったりするんですか？いやいや、そんなこと。まあ、なんていうか、営業とかもそうですけど、あの訓練だと思ってるので、ね、うん。そうですね。うん、例えばあの、お客様と話してる最中でも、あの間の取り方だとか、何ですかね、相槌の打ち方だとか、うん、まあ、そういったことって、あの練習しないと忘れてしまうので、うん、あ、まあ、私もどんな仕事でもこの基礎トレーニングをちゃんとやってる人が結局長い目で見たらね、必ず成果つながると思うんですけど、僕らなんかその営業お客様で、まあ、例えばあの経営者の方と経理の方がいて、うん、外でプレゼンしてあるとか、例えば若夫婦がいて、あのご夫婦がいて、そこで、まあ、プレゼンをする時でもそうなんですけど、ある程度もお話ししたらよくやるのが、席を退席するっていうことをやるんですけど、あのその場から一旦ちょっとトイレに行かせてくださいだとか、うーん、一人忘れたのでトイレに帰らさせてくださいとか、ちょっとお電話一本させてもらっていいですかとか、うん、そういった形で席をまあ一瞬ちょっと開けるんですけど、その間に、うん、考えてもらうというか、うん、できる話もあると思いますから、実際に、うん、そうですね、言われてみて相対してるとずっと思考がね止まっちゃいますもんね、うん、そこであの話を詰めてもらうと5分後に戻った時にほぼほぼ契約になると。いや、もうすごいな、こんな場でこんな教えていただいていいんですかね。それすごいテクニックですね。まあ、そういったようなこととかも結局訓練しないと忘れてしまうので。佐々さん、今日いいこと教わりましたよ。教わりました。これから席をちゃんと立たないとなんで。
あいつはまたそのね、うちのカナリアのラインの方でも、今度ご登場もいただきたいと、私から申し入れたんですけど、またぜひ、いろいろなところでこれからも、まあ、本ということも縁なんですけど、もっとね、事業的なことでも、私たちがその聞いてて学びも多いし、逆に紹介した人もね、たくさん思い浮かびますしね。ぜひいろいろと、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、もう、久しぶりでしたのに、ありがとうございます。久しぶりで、ありがとうございます。ありがとうございます。佐々木ともどもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。